で今回ちょっとあのこの生配信中にあのグッズがねあのもう出来上がったのでちょっとグッズも持ってきましたので紹介していきたいと思います。こちらですね、はい、じゃじゃーん、まあ、上から順に言うか、キャンバスアートコスチュームピースが入ってる、これ15,000、お一人様2点限りで数量限定でしょ、直筆サインランダム、なんかねこれこれなんですけど、なんかねなんだろう、なんか画家になった気分になるような、これにこちらが入ってるんだけど、ものによってはランダムでサインもね書いてある、これが当たる可能性もあるんですけど、これ実はあの前回のライブで着ていたこの衣装なの。この衣装をこうやって切り取って、でそれぞれにこうつけて販売しているという形になります。実物がこちらになるんですけど、このこれがね全体的にあったのよ、このひらひらが。だけどだいぶむしられたんだね皆さんの元に。しかもこれ皆さんの手元に届くとき、これおそらくめっちゃいい匂いします。特別な匂いがします。何の匂いかな届いたものをこうちょっと開けてもらって、んんーってなるかもしんないもしかしたら。お楽しみにしていてください。はい、でお次、歌ってみたスティックライト、こちらとね、今回イエローにしたのペンライト、こんな感じ、可愛くない？これつけてないとこういう風になってるんですけど、ロゴみたいなの入ってて、でこう回してもらってこんな感じです。このペンライトを使ってあることをしたいと思います。楽しみに。はい、そしてこれをねまた活用できるものがあるんだけど、これアクリルスタンド U& ライトスタンドっていうね、これ2種類あるんだけど、これでまず立つじゃない、こう立つじゃない、でこれを、おお、ペンライトを眺めてますねだいぶこれが2種類あって、ちょっとポップな感じのこのバージョンの私でしょ、でこっちだとちょっと大人っぽいイメージの風になってる、だからイエローバージョンかグリーンバージョンかみたいな、そんな感じだね。ぜひ組み立ててペンライトを挿して照らしてあげてください。お次こちらね、スクエア缶バッジ、ランダム全5種類これでしょ、でこのちょっと大人っぽい感じのやつでしょ、でこのこれでしょ、次がこれ、これもちょっと大人っぽい感じだね、はい、でこれ、これランダムなんで1回で揃ったらすごい運がいい、レア。次はこちら T シャツなんだけど、今回さ歌ってみたでさ白 T をね着てるじゃない、だから今回 T シャツは白にしようと思っていて、じゃん、前は真っ白なの、前は真っ白なんですよ、なんだけど後ろ見るとこういうポップな感じのプリントがされてて、で腕の部分にこうやって U&Me って書いた感じになります。 MLXL があるのかな、そう、私もだからライブで着るつもりです。これぜひ皆さん着てみてください。なんかパジャマとかでもいいね、
ライブ終わったらね。お次こちらになります。マフラータオル、こう肩にかけたりとか、なんか生地的になんか普通に洗顔後に使える。なんかあのタオル感が欲しい人いるじゃん、拭いてる感が欲しい人にはぴったりなやつ、はい、でこちらも You&Me ってプリントがされてるポップな感じ、こっちが緑こっちが黄色みたいな感じで両端が違うようなデザインになってます。そしてこちらがキャンバストートバッグ、なんかグッズとか入れたりとか当日はねしてもいいし、結構そこがねこれ広がるんで、なんか意外と物が入る。生地もエコバッグとかより全然もちろんしっかりしてる感じで作ってるかな。まあ主婦の方だったらこれでスーパーもいける、うん、PC も入るって、結構実用的にもあるし可愛いし、じゃあぜひ買って使ってください。僕です、うん、山市行ってね、じゃあぜひ行ってね。山市の餃子が美味しいから。あ、餃子ですか、うん、お惣菜の餃子です。違います。自分で焼く用の粉がまぶしてある餃子がある売ってるので、はい、それを買って家に帰って、そう自分で焼いて食べてください。このバッグを買ってね。だってこの中に餃子入れない、うん、とダメ。そう、そこまでがワンセット。わかった。こんな感じで今回のグッズが 1,2,3,4,5,6,7,8 種類かありますので、 EC ではもう販売中です。ミュームショップです。で当日もあの会場で販売しています。詳しくはあの SNS の方をチェックしてもらえると嬉しいです。